はい、こんばんは。夜、もう真夜中ですけども、マチカフェ TV の藤島です。こんばんは。最近ゲストハウスを転々と泊まり歩いてまして、まあ仕事上というか流れで、大阪とか東京を中心にですね、まあ安宿で十分ですし、安宿に泊まるしかないので高級なホテルに泊まる必要はないんでね、まあパソコンをノートパソコンをいじって、シャワーを浴びて、晩酌をして寝ると、そしてまあいろいろとこうビジネス関係のことも再開してますので、旧知の方々あるいはまあ新しく紹介を受けたところに、訪ねていって、まあ、たまには背広とビジネスバッグで、まあいつもはジーパンとセッタですけどねまあ適当にやりながら、まあ、活動を再開したっていうんでしょうかね。まあそんなとこですかね。まあ一時久しぶりに高速バスで移動したら体調を崩しまして、ちょっときつい思いをしたんですけど、まあコロナとかではなくてですね、やっぱりこう人間の体っていうのは正直なもんで、なかなかもう年齢も来年還暦、私もいよいよ60になるんでそんなに若くないんですよね。だからこう、昔10年前と同じようにポコッとこう動き出すとちょっと応えるということなんでしょうかね。体がついていかないですね。まあでも、やんなきゃいけないこといっぱいあるんで、はい、本当に10年かけて下積みをしてようやく社会の全体も見えてきたし、私が戦うべき相手の姿もしっかり掴んで、そしてどうやって戦っていくのか、まあ、それは調停そして裁判の組み立てでやっていくと、まあ、いうことで、法治国家ですから、で相手が司法官僚の親玉ですから、まあ、法律で解決しましょうと。この法の支配、日本におけるですね、まあ主権者国民の権利がどこまで、時の権力にすくって、横暴を極める司法官僚らに通じるか、どこまで私が、抗えるか戦えるか、どこまで通じるのかという勝負になってくると思います。はい、まあ相手がきちっと決まってね、やるべきことも決まって、進んでいるので、私は非常にこう充実した毎日を送ってます。相変わらず貧乏ですけどもねまあそれはそれで仕方ないんで、まあ国民の皆さんの寄付、寒波を待ちながら、自分のやるべきことをやって、進んでいきたいと思います。もうどこにいるとか、どこで寝泊まりしてるかってことはあんまり言わないようにしてますんで、なんかね
逃げ回ってるっていう感じはないんですよ。仕事の流れで、必要なところに移動していると。ただどこで、寝泊まりしてるとかどこに向かっているっていうことは言わないというふうにしてます。以前は何でもダダ漏れダダ流しにしてたから、まあ、いろんな妨害を受けたんですよ、はい。ということで、ちょっとこう怪しい雰囲気になりますけど、そこのところはまた面白がって楽しんでいただければいいと思います。まあ、元気でやってます。寄付金カンパお待ちしてます。東京と大阪をだいたい行ったり来たりすることになりますね。はい、寄付金カンパで応援してください。よろしくお願いします。